江戸時代、日本では世界に先駆け先物取引が行われていました。これは誇り高き近江商人の物語。さあさあ皆さん、よったよった。詳細あふれる鉄地の銀次、みんなの帳簿覚えてはんの？ええ。メガネどうだよお兄さん。メガネ売りを助け、優秀な職人なんです。大工を助け、茶屋娘を順位付けしてんの。お茶屋も救う。一番取らせてよ。はい。1ヶ月で千両なんか。お勝負だ。もし飛脚を使わずに2つの米価格を知ることができたら。そんな方法あるわけないでしょ。信じてくれ。銀次の秘策がさらなる波乱を巻き起こす。三方よしの精神じゃ。伝われ。これさえ届けば。痛快ビジネス時代劇。この大根俺に売ってみ。近江商人走る。商売する人必見です。毎度。